フラッシュモブさ、すごいいいんだけどさ、フラッシュモブってなんかされた側ちょっと気まずくない？一旦引くよねみたいな、気まずいよね。いや素敵だと思うよ、素敵なんだけどさ、私ってなるよ。うん、なんか友達同士とかならいいんだけどさ、面白すぎる。そう、すごい面白いよねって話してた。まだあとちょっとある。しんどかった。生きできないかと思ったもん、面白すぎて。マジで生きできない。ラスト。だよね、フラッシュモブめっちゃ恥ずかしいよね、普通に。なんか見てる側だとさ、ね、フラッシュモブ素敵ってなるけど、なるけど、自分がちょっとやられる側だったら、あ、だから友達とかないよ、もうなんか、それこそ温暖化でフラッシュモブを誰かにしますとかなら全然いいんだけど、温暖化にされましたみたいな、いいんだけど、なんかプロポーズとかそういうちょっと大事な場面でフラッシュモブをしていただけると、あのすごい、えって多分思考止まっちゃうよねみたいな。あー、めっちゃ笑った、死ぬかと思った。うんふん、うまい。うん、味噌汁の最後の方が想像以上に濃かった。食べた、美味しかった。おいしい、マジうまい。マジうまい。広島の、うんうん、味噌汁作ったよ。うん、作ってくれた、な小松菜入りみたいな。うん、30分ぐらいで3時間の上限来る。マジ？何でも作れるの？あのなんかレシピ見たら作れるよね、正直。みんな作れるよ。笑いすぎた。うん。今でも笑えるもん。それが笑いすぎて。やる。ちょっとみんなに見せてあげたい、あの可愛かった動画を。可愛い。ゴリゴリに漏れてるやん。いいでしょ。え、かわいい。あげない。あげないみたい。あたいだけのもの。じゃあストーリーに10秒だけ載せていけそうかな。欲しい。あげない。やべ、食べ過ぎた。お腹いっぱい。あー、やばい、ほんとにいっぱい食べた。あと、よく食べたね。えらいに食べれて。あとよく食べたね。二人で300のお肉を完食しました。ほんとね。そしてご飯2合を完食しました。味噌汁も食べました。健康的でいいです。なんて健康的なんでしょう。漬物とか食べちゃってるから今。うん、
絶対しょっぱかったでしょ最後。あ、いい、意外と良かったよ。マジ？うん。こっちが最後に。あ、だからか。結構食べましたね、とても。ね。写真撮ったんで、あとのズバイス。大丈夫？空気抜く？ててて最近ハマっていることは何ですか？かわいい。ハートの距離バグってるやん。ごめん、ゼロ距離ハートで。ごちそうさまでした。おいしかったです。ありがとうございました。命に感謝して命に感謝してごちそうさまでした。こちらはどうやって、これはねえ、どれ乗せる？これか、これか、これか、これ、誰乗せる？好きなの乗せれば。あ、全部乗せるじゃん。完食。これは雑談をしていきたいと思います。一回やろう。分かった、一回やろう。じゃん巻きで洗うね。洗う。よし。いや、ちなみに洗うの超嫌いだから。なんでしょ、言うと思った。何分で、3分で切れるんだっけ。あ、3分でバンされるよね、3分いなかったら。そうなの、任せな、いただけるよ。あ、こっちに持ってけばいいんだ。あーにー、あーにゃ、ピーナッツやっぴー。あー、あーにゃ、母になって恋しい。あーにゃ、母の存在恋しい。あー、無事？あー、あーにゃ、母の存在恋しい、恋しい。マジでように可愛いんだけど。可愛いよね、見てる。ガチ可愛い。マジで、本当に。あの子供欲しいもん。わかる。人類史上一番可愛いと思う。これ洗ったやつしようか。あー、いいですか、この前も任せちゃって。じゃあ後でお風呂一緒に入ろう。さっきだろうね。はい、使った。あー、危ねー。お手じゃなくてよかったよね。マジか、うちだったら終わってたよ。もうここ水浸しよ。こんばんは。ちょっとさ、ちょっとあれもしまーす。はい、あれもしまーす。ちょっとあれもしまーす。みんな持ってきたよ。お風呂何度？40度じゃね。こいつとこ行けるかな。いや、置き場なさそうかもしれない。ああ、どうしようね、どうしようね。それだけ、それだけ拭いたら、それちょっと寝たいから。あと、その、タオルの下あたり。はい、レッツ共同作業。ソフィー、早いけん、共同作業です。は？うん、そうそう、誰もありがとうございまーす。はい、本当に食べたくない。うん。
あれ。マジでお腹いっぱい。やばいマジで。普通に普通にやばい。かわいいお友達できた。初めてのシルバニアファミリー、うん、ハンバーグそれ2個ずつ食べた。えぐいよね。自分えマジで食べた。本当にお腹いっぱい。マジで。そうだよ。しかもさ、たっぷりの味噌汁とたっぷりのハンバーグを食べてるからね。え、しかもさ、しかもパン粉、パン粉もさ、結構入れてるからさ、パン粉と玉ねぎも入ってるから、計600ぐらいしない。だから1人300ぐらい食べてるよ、絶対。バグってんのかな。7号炊いてなくなってたよ。弟が食べるからな、うちも。そう、そうなんだよね。だから大きくなっていくんだよ。あ、多いね。そうなんだ。おお、なんか落ちたよ。私はマジでめんどいときは水だけ溜めて寝る。なんかさ、ご飯がさこびりつくじゃん、食器に。なんかそれが嫌で、手間じゃん、めっちゃ。だからそう、だからその日に洗いたいのだ。去年マジで夏らしいこと全くしてなく、マジでしてない、全くしてないし。いつだっけ行ったの、温暖化で。え、もう2年前とか。あのさ、コロナの直前の、でコロナのの1個前の夏だよ。だからさ、2020年の冬に流行ってきたじゃん、うん、19年の夏で。19年か。だから3年、2年、3年じゃない？3年前。やばいよね。懐かしい。行ったね。え、懐かしい。懐かしい。マジです。でも全員揃えたのそこじゃない？大体。そうね。いつも誰かいないんだよね。私か京香かって感じ。いつも誰かいないんだよ。だから全員揃うのは意外と珍しいんだよね。今日もね、誘ったんだけどね。そう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 。
みんなあれだったかな。平日だしね。まあね。雑談してください。え？雑談してください。雑談しようぜ。そう、揃うのはね、いつもなんかユニバ行こうって言っても誰か知らない。ディズニー行こうって言っても誰か知らない。ディズニー行きたいね。したい。マジで行きたい。普通に行くよ。使った食器を水につけるのは我が家のルールになってます。いいよね。川原家は自分で洗いスタイル。でも後で洗うから置いといてって言って降りたらママがもう洗ってる。もう洗うわって言って。何個も炊ける？分かんない。15ぐらいは炊ける多分。炊けるくない？あるの。でかい。そうそうそう。炊飯器が壊れて。3年前ぐらいにその時に変えた気がするけど分かんない。そう、結局2個ずつハンバーグ食べました。イタルさん同期ありがとうございます。洗剤で少し置いとけば。置くのがめんどいから洗剤と水足して洗剤ピッて入れて水ピッてやって、でも手でビエーって洗ってそれを流してもう一回スポンジで洗う。そう、めんどくさいじゃん待つの。こうちゃまさん、フラワーシャワーありがとう。フライパンとかナビゲートとかお皿って違うスポンジ使うし、私一緒ですね。もうなんか一緒でよくねって思っちゃう。言うてなんか油してるのは一回布巾というかなティッシュで拭き取るから、そんなにベラベラしてない。炊飯器どうやって壊れるんだろうね、分かんない。どうやって壊れたんだっけ。金髪したい。いいやん。マジシュル。マジシュル。金髪したい。一番に店に行くのじゃん。いやーっつって品まで。いいと思うよ。ご飯終わったので。もう寝る時間だわ。液晶がつかなくなって、確かにそんな感じだった気がする。さっきのミスさんの配信でさ、うん、でも眉がないのバレたわ。眉がないんだもん。ドンミー、あったらなんか人間味がなすじゃん。かわいい顔が、性格はもちろん。顔お疲れ様です。お疲れ様です。いや、あと何分できるっけ。もうでも切れるっけ。今2時間でしょ。え、もう切れるくない。ワンチ21時、22時、23時、21分、もう切れるくない。結構してんじゃない。ワンチャン切れる説って思います。15分から始めたよね。ワンちゃん切れると思うけど。
べてすぐ寝る人。わ、太れ。もう太ってんだこっちは。もう切れるよね。わかんない。なんか自動的に切れるのかよくわかんないんだよね、こういうの。ハーフくんとブーケありがとう。まあ大丈夫じゃない。でもさ、21時、あ、そっか、21時21分から22時半までして、で、30分お休みしてるから、あと1時間ぐらいはあるのか。あ、でもそうだよね。もう寝る？もう寝る？寝ないよ全然。寝ていい？早みんなの顔見とく。目がん決まりや。皆さん、私は18歳になりました。素敵。こんなに大きくなりました。素敵。素敵。学校は楽しいです。プライベートも充実しています。素敵。バイトも頑張っています。素敵。店長は優しいです。素敵。いつもジュースをくれます。素敵。太らせる気なんじゃと思います。素敵。そしてちゃんと家事はしていませんが、ある程度しています。素敵。そんな感じです。素敵。生きてるだけで偉いから、うちら。とっても偉いよ。今日何時起き？今日何時起き？今日何時に起きたっけ。9時に1回目覚めて、もう1回寝て11時ぐらい。でも日による。でも愛媛のジョンマイラブが朝じゃない、10時半開演なのね、いつも。早っ。だからいつも6時半ぐらいに起きてんの。でそれがさ、超健康的な生活すぎてさ、うん、あの最近ようやく戻ってきたけど、それに慣れすぎていつも6時半ぐらいに目覚めるの。起きちゃうよね。うん、分かる。でもいい、本当にすごいいいと思う。ずっと6時半に起きてる。明日は7時に起きます。お風呂から上がった日の爆睡してるかもしれないから、うん、適当に使っていいからね。 OK。 2段目がスキンケア。遅く寝てる。遅く寝ても朝6時半ぐらいに目が覚めるの。起きちゃうよね。で、聞いてくれる？え、何？さ、なんかさ、一昨日もさ2時半とかに電話来てさ、うん、昨日も1時50分とかにさ、友達から電話かかってきて寝てんのに、うん、もうね、イライラしすぎてブロックしようかと思った。やば。2時はやばいね。やばいよね。何してる？寝てるわ。寝てるわ。寝てるわよ。
まだ12時半まで許せる。許せる許せる。まあ、1時まで許せる。いや1時は無理。あれね、12時、うん、12時45分か50分なら許せる。でもさ、あの LINE をさ、うん、あの帰ってこない時点でさ、うん、寝てるだろ。なんか LINE もなんかオンラインとかつけてほしい。確かにインスタだったらね、うん、DM の欄で見れるもんね。うん、つけてほしい。頭の中でこんにちはの単語が忘れられない。星もゆうし、ベビークレオゲストです。あ、ベビークレヨンさんだっけ。あのすごいツイッターに流れてきてくださいます。ありがとうございます。友達と電話って男子は面白い。え、今の子めっちゃするよ、マジで。そう、ビビクレのセンター桜木コロちゃんです。よろしくお願いします。いや、今の子はマジで電話するよね。若い人結構、その舞台一緒の人とかも休憩時間に友達と電話してたりとかあるよね。そう、私も親友から電話が来る。てかみんな、いや親友しか入れてない。ゼンリーを見て家にいるなって思われたら、もう親友が電話かかってくる。親友だからいいんだけどね。え、あ、熊田はありがとうございます。かわいい。今の子はします。今の超かわいい。今の子はね、しますね。マジで電話してる人が多い。友達と、あと暇電をかけてくる人がいますね、いっぱい。私もかけるんですけど、もうあの、うわ、暇ってなったり、帰り道とかやっぱ一人だとさ危ないじゃないですか。お、だから帰り道とかは割と電話してるかもしれない、誰かに。ちょっとそうって感じ。そう、夜道はね、友達と電話するか YouTube を爆音で流しながら、 YouTube を流してあの笑いな爆笑しながら帰ります。やばい人やん。そうだ、やばい人って思われたら近寄られないじゃん、みんな。うん、やめようか、荷物で歩く。そうそうそう。宇多田さ、うん、肩で歩くってしたよ。こうやって歩くって言ってた。まあ夜なんでね、爆音というわけではないけど、ちょっと近寄ったらね聞こえるかなぐらいの、 YouTube 見てますよっていうアピールをね、とか電話してますよってアピールをね。いや、この前さ、普通になんかその知り合いと電話しながら帰ってたのよ。うん、したらあのもう誰もいない、誰も歩いてなかったから、普通にめちゃめちゃ喋りながら帰ってたら、うん、急にあのこんにちはって言われて、やば。そうで、でも人が見えないの、うん、どこにも、うん、え？ってだって、やっぱこんにちはって聞こえたみたいなで話したら、あの、ま、窓だりのお家のおじいちゃんが、うん、あの夜に涼んでた。死ぬ。ベランダで
ベランダ玄関で涼みながら、あのなんかよくいるじゃん、うん、そう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 、それでこんにちはって言われて、それえここに人いると思って、あこんにちは、もうめちゃめちゃびっくりした。しかもこんばんはやろ、突っ込みたくなる、突っ込みそうになったこんばんはやろそう、普通に普通にこんもうなんか暗いんだけど、普通に夜で暗いんだけどさ、普通にだけどなんかもうこんにちはって言われて、こんにちはって思ったし、え一旦人間見えないから人間探して、あ人間見えたと思ったらおじいちゃんがすごい涼んでて、あこんにちはって言ったけど、内心もう頭がこんばんはやろっていうツッコミしか回ってなくて、しんどもうすごい面白かったよ。えちょガチ寝ようかな、眠い。うん寝ていいよ。いい寝て、あの風呂入るときさ、うんパソコンのピッてしないと無理。オッケー、みんなおやすみ。おやすみや、先に寝るね。みさきちゃんと同じベッドで寝ます。こんにちは生電話コーナーの参加者ぜひぜひ遊びに来ていいよ、別に。よろしかったら、うん、いいよ。いつもだって真っ黒で配信してるから。そうなの、うん、ね、可愛くない？かわいい。今やったの？そう。え、どれっすか？枚数的にこれかこれじゃない？そう。一人で白猫になろう。つけんけど。つけないの？つけない、つけない。でも寝やすいよ、だって。目だけ開いてんの、確かも。普通目温めるよね。うん。周りは温めるのね。電気ついてる、え、私も電気ついてたら眠れない。いやもう消していい。大丈夫。気合い。ここ全部一緒のやつ。そう。なんかいいね。可愛い？うん。すごい似合ってると思うよ前髪の乗り方がいい感じ。うん、すごいいい感じ、前髪が止まってきた。おやすみやちゅうは。おやすみ、おやすみ、おやすみ。ね、その叩き方。頑張れよの。うん、おやすみ、みんなおやすみ。寝相悪そう。いいよ消しても。いいよ全然。寝れる。逆に電気どこ？あれ？ちゃうか。あの鼻ついてるやつ。タオル適当に持ってって。あ。あとなんかいいことあるっけ？シャンプーとリンスはわかるよね。うん。まあなんかわかんなくなったら起こして、起きるか知らんけど。おやすみなさい。私ももう終わるわね。もうちょっと。もう一日頑張った。はい。夜通し語り合う。明日も予定があるから語り合ってたらね。死んじゃうよ。死んじゃう。ねえねえ、好きな子いる？修学旅行の夜や。夜通し来た。修学旅行の夜や。好きな子いる？なんか坊ちゃんみたいな喋り方やめて。坊ちゃん。好きな子いる？
海の佐々木さん可愛いよね誰上鈴木さんやねん俺鈴木さん鈴木さん彼氏いるじゃん何やん笑い方が面白すぎたほほほ鈴木さんと佐々木さん綺麗系と可愛い系なんやろな俺松田さん松田さん意外ガチか松田さんそういう系か松田さん意外とピュアああそういうタイプねその喋り方しんど意外とピュア意外とピュアみんな誰好きなんちょ言ってみみんな武器ありがとうおくれさんもありがとうございました2日よろしくお願いしますでんでんでん温まってきた気持ちいいスズランとブーケありがとうございますどうもどうも。シンクテイフェム2日。2日です。ぜひ来てください。生電話もあります。来てください。5月最後のように本当じゃん5月最後じゃん今日はい5月最後じゃんよ今月も頑張りましたありがとうございましたうん、6月がね7月でチケット申し込むらしいですよぜひぜひみさと見に来てください7月1日が千秋楽ですもうから寂しいけどもうあと1ヶ月しかないのでみんなとそうけど成長できるように頑張りますはいということで42分だよ
見てそう。もう寝たぶん寝たね。こんばんは。42分でしょ。どうしようかな。あ、皆さん元カレですの。彼氏目線動画が AK48 の TikTok 公式 TikTok に載ってるので、ぜひいいねとかコメントとかリンクコピーとか拡散とかよろしくお願いします。そしてお話し会、お話し会の第6次再販が合ってるそうなので、ちょっとぜひお越しください。印を押してリンクコピーってところを押してくれるだけでいいです。それをね、暇な時に何回かやっといてください。はい、ということで今43分だね。そう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 、ドレスと浴衣と着物と着るので、ぜひ来てください。ほんじゃ、ドレスはね、一緒の、あのこの前はさ、ツーショットが1個しかなかったのだから、ワンショットとかがあるブーも欲しいねってなって、あの7月17日に来ますよ、また多分。だからぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。朝はね、ちょっとどうしようかな。朝はね、明日8時、ちょっとでっかいなの人ね、寝る割には。そう、朝はね、明日平日でしょ。オープニング動画大好評ありがとうございます。やってほしい企画なと思うので、ぜひぜひ僕ながら応援してます。ありがとうございます。いつも大倉さんはいつもすごい応援してくださってありがとうございます。明日の朝は7時ぐらいからミスド配信やろうかな。7時にから30分ぐらいミスド配信やろっかなと思うんだけど、どうかい。そういう7時半から7時かな。ミスドをね、今日買ってきたんだけど、春本ゆきもね来る予定だったからいっぱい買ってきたんだけど、だからすごい、あとね、あと5個ぐらいある。1人2つの計算だったから、あとプラスのなんか1個、7個ぐらい買ってきたんだけど。そう、そうです。7時かな、わかんない。
けど、どうかな。はい、だと思いますので、7時かな、何時にしよう、7時かな、うん、7時か、今から寝て、一応お風呂入って寝て、7時に起きれることを祈ります。7時ごろにちょっと配信ができたら、7時予定で、お願いします。一応、うん、これもみんな配信してんのかな、多分7時ぐらいに配信すると思うんだけどな。ちょっと最近からでも、気温の変化についていけてない感がすごい。体力つけなきゃいけないね。じゃあどうしよう、もう終わるかな。朝7時から7時半で、お昼もできたら嬉しいけど、お昼のみんなが、なんだ、みんながさやるお昼ご飯の時間、12時半から11時半、違う、減ってる、12時半から1時半、あ違う、12時半から1時ぐらいまで30分予定では、で帰り際5時から5時半とかで、7時から1時半、5時から5時半6時半から7時、そんな21チームメイトキスの舞台で初めて生で見て、すっごい可愛かったです、ありがとうございます。でもなんかそんなできる気もしてないんだよな、ちょっとそう、舞台とかが一旦キスバイドとか劇場公演とかイベントがもう終わったので、 YouTube に集中をしたくてですね、 YouTube をやんなきゃいけないので、どうしましょうって感じ。そう、編集してるかもしれない、もしかしたら、うん、でもできるときにやりますね。じゃあランキング読もうかなって思うんだけど、どう？13位ユタポンさん、ミスさんのは、12位ミニギさん、11位横吉さん、10位まさとしさん、9位ピーシアさん、8位こうちゃまさん、7位あのねさん、それが最高、6位ひさしさん、5位つむちくでさん、4位いたるさん、3位えんちゅさん、2位べーちゃんかいずさん、みさのは、1位たけもとさん、みさのはでした。
ということで、明日も7時目標に頑張ります。でもみんなもなんか、うん、そうだね、ちゃんと休んでください。それでは3560人ありがとうございました。バイバーイ、おやすみ。